は今日はオタク話。気が合うね。最高だね。南の島からこんにちは、バリ島旅行の味方ヘンリーです。今日はサンバスジュエリーのマヤさんがゲストに来ております。こんにちはヘンリー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。実は今日はオタク話っていうところ。オタク話、何のオタクでしょうって思っちゃうかもしれないですけど、ね、うん、実は石です。ヘンリーといえば最近石屋さん開いたんだよね。そうですね、最近実はバリ島旅行の味方がツルヤストンバリっていうパワーストーン屋さん始めたんですね。ツルヤストーンのツルヤってどういう意味？ツルヤは太陽ですね。いや、サンバスも太陽なのよ。サンバス、日だまりとか、あの姉妹です。姉妹ですね。姉妹です。そうそう、ああと思った。そこでもうなんか言いたいこと一緒だなみたいなね。そうですね、私の下の名前でもあるので。あ、そっか、うん、バリ島なのでスルヤストンバリになりました。はい、オープンおめでとうございます。ありがとうございます。私が石が好きだからやらさせてもらってます。うんうんうん、いいね。なんかすごい楽しみなんだけど、今月オープンとなりまして、実は4分の3乗れました。さすが。おかげさまで。すごいね。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日は、あのね、実はこれ、あの私からヘンリーと石の話をしてみたいっていう風に声かけたの実は私でして、ヘンリーを見てると本当に石が大好きなのがよくわかるの。お、石が大好きっていうのもわかるし、ヘンリーの性格上、なんか石でいろんなことを皆さんに伝えたいとかもみんなに見てもらえもらえたらと思って、ヘンリーと石のおしゃべりをしてみたいと思いました。マヤさんも実も大好きよ。実は大好きです。石大好き、オタク、石のオタク同士なので、なんか気が合ってしゃべれると思ったね。実はあのマヤさんのジュエリーにもいっぱい石もついてて、マヤさんご自身が石を選んで、うん、そう、全部一個ずつ選んでるしています。石って可愛いもんね。石可愛いですよね。可愛いね。一般的にさ、石買ったりアクセサリー買ったりっていうとさ、アクセサリーっていう気分で買う場合は可愛いなっていうところで。そうですね、色が好きとか、なんか色が形がとかですね、うん、そう、なんかね、輝いて見えたりして、そうですね、そういうところで選んでるかな。お守りとかそういうのも、うん、あるんですね、いろいろ。そうね、お守り、でもやっぱお守りって考えるの素敵だね。そうですね、これを持ったらお金入るよとかよりさ。そうですね、なんか自分のためのお守りと思ったら最高だね。石の感じ方とか、そうそうそう、どんな感じにされてるんですか？なんか瞑想とか。瞑想もする。ちょっとさ、ここでみんなに伝えるのはなんかさ、伝えづらい部分。別に瞑想しながら石を選ぶわけではない。お、うん、とりあえずどんなことを基準にして私が石を選ぶかっていうと、もうとにかくそれが好きかどうか。あ、なんかひらめきっていうか、ひらめきとか、まあ、なんかみんなお買い物する時もそうだと思うんだけど、あ、これかわいいとかさ、あ、これ好きって、それで選ぶ感じ。その例えばこれに金運って書いてあって、これに恋愛運って書いてあったから、じゃあ私は今恋人よりもお金が欲しいからこっちって選ぶかって言ったら、そういうわけではなくって、見た時にどっちが好きかっていうのを自分の感覚で選ぶのが一番いいかなって思う。そうですよ、あの言われるんですけど、うん、なんか石ってこういう効果があるんだよねっていう、うんうん、そうですね、実はまあどっちかっていうと信じればあるかもしれない、うん、あるかもしれないっていうところですね、うん、でも感ですね、なんか直感っていうか、そうそう、うん、なんか石を見た時に、あ、これがいいとか、そういう感覚が大事ですね。絶対それが自分に必要なものじゃん。そうですね、なんかさ、例えばなんかごめん、さっきから金運ばかりってさ、申し訳ないんだけど、分かりやすいと思って金運って言ってるんだけど、そうですね、その人の金運を上げるのに分かりやすく金運を上げる意思が必要かって言ったら、そうじゃないかもしれなくって、もしかしたら違う部分で自分に反応する石選んで
例えば自分に傷があってこの子が癒してくれるような波動を持ってるとしたら、そこ癒されたら金運が上がる可能性だってあると思うのよ。ありますよ。だから体が必要だって思ってるものを自分で感じて買うっていうのが、なんか全部が良くなってくための一番いい選び方じゃないかなって思う。そのいろんな注訳とか、なんて言うんだろう、いろんなそういうこれはこれがどうだとかいう人の話を聞くよりも、自分の感覚で選ぶのが一番いいんじゃないかな。石を買った時になんか言われたことあるんですよ、バリ島で。人間っていうのは土から生まれてる、うん、なんかそうですね。お母さんじゃなくて、お母さんですよ。お母さん、お母さんですけど、結局はなんか土、あの植物、あ、土から出てくるね。植物であって、でその植物は土からっていう、うん、なんかそういう考え方があるんですね。で、うん、人間の体も実は土の一部って考えれば、なんか分かりやすいのかな。そっか、なんかさ、土っていう地球の一部、地球の一部、人間の体が、うん、例えばなんか足りない時とか、外なる土求めようとしてる、はい、まあ、例えばですけど、なんかあのストレス感じた時って、うん、なんか食べたいとか、いっぱい食べたくなるとか、うん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 、そういうのもあるじゃないですか、うん、それとも同じ考え方で、はいはいはい、あの石、実は人間っていうのも石に惹かれることもあります、うん、でそれはなぜかというと、外なる土だからです。その足りない部分を補おうとしてるのに石を探しているっていうのがバリ島で、あの言われました。すごい人だね、その人。そうですよ。もう今の生活が満足で、あのハッピーな人、うん、足りないっていうよりは、なんか自分を磨こうとか、自分をもっと豊かにするとか、そういうのもたまに石に惹かれる時もあります。というのは誕生石っていう、うん、なので、あの誕生石以外にを選ぶときは、もしかしたらなんか潜在的な意識でなんかあるかもしれないっていうところです。そうかそうかそうか、潜在意識で傷ついてる部分とかに、そのさ、必要なものを選んだりするのと、その他にも、あと新しいものを取り入れたいときにも選ぶ感じがある気がする。あ、あります、ね、なんか知らない世界とかを意思が教えてくれたりする場合ってあるような気がしない？そうそう、私あともう一個、ちょっと石業界にじゃないんだけど、石が好きな人たちに言いたいことがあって、はい、石が好きな人たちとか、石感じるタイプの人いるじゃないですか。なんかそれでね、すっごい分かりやすいエネルギーを持ってる石っていうのは確実にあるんですよ、パンチがあるっていうか。でもすごく感じにくい、分かりづらいエネルギーを持ってる石っていうのもあるわけ。うん、その感じるようになったばっかの人とかはさ、なんかこうビリ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 したら感じたって感じたりするじゃない。それってでもね、ビリビリしたから強いとかいいとか悪いっていうわけでもなんでもなくって、まあ、そういう質のものだったっていうだけなんだけど。そうですね。だから感じなかったからって言って、その石が良くないものでも弱いものでもなんでもないところがあると思う。うん、なんていうか、分かりやすく強いものの他に、分かりにくいけどすごい優しいものっていうのが逆にあって、例えばなんか近所の優しいおばあちゃんとかの優しさって、まあ分かりやすい、感じようとする人はすごい分かるんだけど、目に留めない人もいるじゃない。でもなんかその辺のモデルがどっかで人助けをしたら、すごくすごいいい人とか思い込む人もいると思うの。例えばなんだけど、堀さんはかっこいいとかさ、誰か見てもすごいみたいな感覚があるじゃないですか。まあ、それはそれでいいんだけど、あっ、何、あ、超いい子さみたいなさ、そっとそこにいるけどすごく優しいものとかもあるから、そのあんまり主張が激しくない石でもすごく優しいものがあって、それに惹かれるんだったら、そのそっちを選んでほしいなと思う。そうそう、なんか優しい石も大事にしてあげて、価値を認め上げてあげてほしいみたいなのが。うん、まあ、石はなんか可愛いですね。なんかこの石がいいとかいう
の心、うん、気持ちがあったらそれが合ってるかもしれないです、ね、やっぱりさ状況状況によって人間だってさ毎日同じじゃないしさ、ね、今日はこういうことしたい日とか明日はちょっと傷ついてるかもしれないしさ明後日はすごく元気かもしれないし、そうですね、なんか 、うん、日によってなんか、うん、あの感じ方も変わるし、うん、まあその時その時でいいと思うんですね、うん、そう、その時その時でいろんな意思があってさそれに合わせて今日はこれ明日はこれってねつけたらいいと思う。そうですね、うん、私はお線香、あ、石が疲れてきたらお線香で浄化とかね、お線香とか結局は石、うん、と石ですね。何それ、はい分かりますか、志の方ですなんかその石と石です。明治としてはなんかお線香があるといいかもしれないですね、うん、煙でわーってね、わそれに加えてなんかイメージする、ああそう、イメージしてなんかそのこの子が元気になったところを、元気になってその煙出ていった煙が疲れを落としていく、そうだよね、煙が吸って上がって、そうですそうです、ね、スッと上がって消えていくじゃないですか、うん、それとともになんかこの石の疲れも私の疲れもっていうビジュアライゼーションですねやってあげると石がまた元気になる。いい石屋さんだね。こうとか青磁もいい、ね、あ、青磁もいいですね。なんかの木の葉っぱだよね。木の葉っぱで香りがいいですね。すごい香りいいよね。燃やしながらお線香と同じような感じでね。そうですね。いろんな方法もあるんですけど、太陽にさらすとか、うん、水にさらすとか、まあでもそれは石によって実はその性質が変わるので。石次第だもんね。次第ですね。なんか太陽に当てると色がなくなっちゃうのもあるじゃない、化学変化かなんかで、アメジストとかを、そうですね、の紫色がなくなっちゃうので流れるお水も、うん、セレナイトとかだと、うん、溶けちゃうんです溶けちゃったら悲しいもんね。そうですね、なので、うん、あの石バラバラなんですけど結局はなんかビジュアライゼーションがあるといいと思います。ぜひとも石を可愛がってあげてください。いかがだったでしょうか皆さん、あの石の話ばっかりしてるんですけど、本当にね、もう二人はもうオタクです。オタクでした石もどんどん好きになってもらいたいとか、うん、そういうのも込めて実は話してるんですけど、社会に出回ってるあの誤解もちょっとずつ解けていけたらなってうんうん、うん、そうですね、ね、こういう石だからこういう効果がありますっていうわけではなく、結局は自身、うんうん、ご自身の感覚直感を大事にして、うん、これがいいんだとかそういうの感じ方、うん、そうだね、本当に自分の感じ方大事にしていってくれたらいい ね、元気になれるし見たら嬉しいし、石も大事だけどなんかヘンリーの伝えたいことってすごく大事だと思うから、そうですね、なんかどんどん頑張ってってどんどん伝えていけたらいいね。ぜひまたグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。まやさんのショップも出してるのでそちらもチェックしてみてください。ヘンリーも皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バレット旅行の味方ヘンリーでした。とサンバスジュエリーのまやでした。バイバイ。バイバイ。これはさ、何なんだっけ？テクタイト。テクタイトだと思います。隕石が土に衝突した時に、うん、そこら辺に熱が伝わって、うんうんうん、あのそうですね、ガラスに。ガラス質ができるんだっけ？ガラスができます。これもいいですね。これレムリアンコーツ。レムリアンコーツ。あの南米から来た旅人から買ったの。なんか持ってきた。スモーキークォーツ渋いね。これもあネックレスですね。これはヘマタイト。ヘマタイトです。これが、これが人工石です。テラヘルツって言って日本の技術で作られたケイソです。マニさんもいろいろ、私もいろいろ持ってきた。怪しいな水晶系を。これはモルダファイトっていう石でっていう分類ではないのかもしれないけど、その隕石が地球に衝突した時に摩擦とか熱とかでできるガラス質のもの。そうですね。
感じる人は感じると思うんだけど、触ってみると他では感じられないようなエネルギーが、やっぱり触ってみて変わってんなと思うから面白くって。そうですね、なんかパンチがあるんですよ。なんて言ったらいいか分かんないけど、だからそうそう、なんか新しい世界見せてくれる石な感じがして好き。